楽天ジャパンのテニスチャンピオンシップ2019シングルスファイナル、改めて両ファイナリストをご紹介。まずは審判台から見て左側、オーストラリアからジョン・ビルマン。1989年6月14日生まれの30歳、身長183センチ、体重79キロ、 ATP 最新のシングルスランキング80位、最高位は昨年10月にマークした33位です。昨年はブダペストで自身初のツアー決勝進出、全米ではロゼル・フェデラー選手を破って自身初となる4大大会ベスト8入り。今シーズン4大大会全て日本選出場し、ウィンブルドンでは3回戦に進出しました。ホモガルケジャパイオンオープンは今回が初出場。今大会は予選1回戦でマッチポイントを3回しのいで勝ち上がり、本戦1回戦はフランスのアドリアン・マダネル選手に4-6、6-3、6-4、2回戦南アフリカのロイド・ハリス選手に6-3、6-2、準々決勝ダニエル・トロ選手に6-4、6-0、準決勝ライリー・オフィス選手に6-3、7-6で勝利し、今日のファイナルに進出。From Australia, John Billman。 続いて審判台から見て右側、セルビアからノバク・ジョコビッチ。1987年5月21日生まれの32歳、身長188センチ、体重77キロ、ATP 最新のシングルスランキング1位、世界ランキング1位在位は今週で271周となり、270周イワン・ベンドルを抜いて歴代3位に浮上しました。ツアー通算75勝、また4大大会通算16勝は歴代3位、今シーズンも全豪オープンで7度目、ウィンブルドンで5度目の優勝を飾っています。この楽天ジャパンオープンは今回が初出場。1回戦オーストラリアのアレス・ホグリー選手に6-4、6-2、2回戦は日本ソリダゴー選手に6-3、7-5、準々決勝フランスのレカプユー選手に6-1、6-2、そして昨日の準決勝ベルギーのダビド・コンセに6-3、6-4と、ここまで1セットも落とさずストレート勝利で今日のファイナル進出、フロームセルビア、ノーマキ・ジョコビッチ。なお、この両選手、過去に2度の対戦があります。ジョコビッチ選手の2勝、直近では昨年の US オープンの準々決勝、この時は6-3、6-4、6-4、ジョコビッチ選手がストレートで勝利を収めています。この試合のチェアアンパイアをご紹介しましょう。 From Ireland, Mr. Fergus Murphy。End of the morning.